え？え、兵士さんですか？何それ？え、兵士さんですか？あ、兵士だよ。私は兵士だよ。マジっすか？そうだ。どこの時代の兵士ですか？江戸時代の兵士さん。けどなんか、うん、でもなんか服装が、まあ江戸時代の最新の服なんだよ。絶対そうじゃないですか。いやいやいや、え、どうやって僕の家に入ってきたの？ワープして入ってきたんだよ。最新機器を使ってな。ちょっと何か面白いこと言ってくださいよ。え、面白いこと？じゃあ行きましょう。ちょっと待って、何？え、待って、何？え、あ、ちょっと待って、後で、後で行く。お母さんですか？嘘だよ、お母さん来たんですか？ちょっと今呼ばれた。何、何？いいよ、いいよ、続けて。なんで呼ばれたって。じゃあ兵士ですよ、分かってるんですか？え、じゃあ、じゃあ、じゃあ、何でもない。今箱に入ってるんで、そんな呼ばれたとかないですよ。ああ、そうだ、間違えた。ごめん、ごめん。いや、俺の幻聴だ。幻聴とかあるんですか？幻聴だ。じゃあもう一回行きますよ。ああ、そう、行きますよ。行こう、行こう、行こう。え、どこから入ってきたんですか？実は、ずっとここにいたんだよ。なんか反応してくれよ。あれ、はじめくん？はじめくん？はじめくん？あれ？はじめくん？切れたのかな？なんで俺の名前知ってるんだ？続けてたのかよ。兵士さん、中から出してほしいですか？ちょっと出してくれよ。本当ですか？うん。自由に動き回りたいよ。うるせえなぁ。しゃ、自力で出れたわ。え、え。あれ？自力で出れたわ。何、うん、これからはね、ここは俺の基地だ。え、俺ん家っすよ。なんとかそこお願いします。やだ。あれ、日本来たことあるんすか？ないよ、ずっと閉じ込められてたからね。あー、そうか、そういうことか。そうなんだよ、残念だけど。行きたいな、連れてってよ。ちょっと寝ていいですか？ダメ。そんな、兵士さん、僕も行かなきゃいけないんで、出てってもらっていいですか？え、これなんかさ、編集とかでさ、こうパッて消えるようなさ、なんかやってもらえる？わかりました、じゃあ編集で消しときます。じゃあ俺がハッハッハッさらばだボワーンって言ったら、なんかこう消してね。わかりました。オッケー、行くよ、行くよ。どうぞ。ハッハッハッ、じゃあな、また来るぜ、バイバイ、ボワーン。